あんな。なんなんだ、なんだ、なんだ。あぐぜいのごえんは多少にももはいがたく、真実の上心は億光にも得がたし、たまたま上心を得ば遠く祝言を喜べ、もしまたこの旅疑問に受け知られなば、かえてまた皇后を協略せん、まことなるかなや摂取不赦の神言、調整教の勝負を問しして治療することなかれ。ナマンダー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 。私は不思議にこのお寺にずっとご縁がございまして、ずいぶん長いこと毎年こうしてご縁に合わせていただきます。また皆さんの中にも私の寺へわざわざ川を渡ってお参りくださる方もたくさんいらっしゃいます。本当にありがたいご縁であると喜ばしていただくのであります。ところがこのお寺に私が参りましてから、すでに千住様がお隠れになる。それに続いてまた千住様がお隠れになる。ご住職が二人も続いてお隠れになります。本当に私はいたわしいことだと存じております。ところが幸い今若いご住職ができられます。あのご住職は大学へ来ておられた自分に私もよく知っております。大変ご熱心に勉強をせられます。まあ次々と人生は人も変わり、亡くなっていきもしますけれど、ご褒美だけはどうぞお互いに命にかけて守らせていただかねばならないと思うのでございます。それぞれ皆さん方もお忙しいお仕事をなすっていらっしゃると思いますけれど、この世の中でご褒美を守らせていただくということが一番人間にとって力強いことです。あらゆることはなくなっていきますけれども、真実のご褒美は永久に続いてくださる。そのことはお経の中にもすでに仰せられ、ご褒美の世界をお経の中に、火中の蓮華という、そういう言葉で書かれておりますね。火中の蓮華。これは、
皆さんもご存知と思いますけれども、死の中に蓮華の花が開いておる、これほど尊いことはないということを表されたのであります。死が燃えればあらゆるものは焼かれていく、すべてのものは消えていくけれど、その延々と燃える火の中に蓮華が一輪きれいに咲いて、いい香りを放っておるという、これがご褒美の世界なんです。皆さん、あなた方もご家庭生活をなされば、まあこのお寺もそうであったように、ご遠慮さんが続いて二人も亡くなられ、大変不幸でありましたけれど、しかしご褒美は幸いに皆さんのご熱心によりましてね、前よりも今日のご参詣を見て私驚きましたが、実にたくさんの方がお参りくださって、なんというありがたいことだと思います。人間は次々と亡くなっていきますけれど、ご褒美はなくならない、不幸の中に本当にはっきりと開くものがご褒美の蓮華でありまして、私は蓮華について歌を作ったこともございます。ほとりなき午後の穂村に咲き出でし、実りの蜂巣香り高きもと、あまり立派な歌ではございませんけれど、本当にほとりのない午後の炎の中咲き出でた蓮華が、どんなに火が燃えようとも、その火には少しも触りなく立派なハスの花が開いておるという、これが皆さん救われた人の姿ですね。本当に救われるということは、ただ死んでから先ではなくしてね、今ご褒美の中にいろんな不幸が起こってきても、その不幸に消えてしまわないで立派に開いておるというのが蓮華です。この言葉はね、お経に出ておる家中の蓮華ということは、唯摩経というお経があります。これは親鸞聖人様が非常に味わって、その唯摩経の中から出た言葉を、ね、親鸞聖人はご褒美の中にたくさん味わっておられます。皆さん、ご褒美に救われるとはどういうことか、火の中に蓮の花が開いておるようなものだって言うんです、ね、火がと燃えておったらね、大概のものは消えてゆく、焼かれていくけれど、蓮の花は強い花で、延々と燃え立つ火の中にちゃんと開いた蓮華はずっとそのまま続いておる。親鸞聖人もそこを非常に喜ばれた。あの和尚心儀にあなた方今お読みになったでしょ、普段煩悩徳涅槃という、ね、煩悩はなくならない、それが業を持った人間の世界の姿ですけれど、ね、その煩悩の炎が燃えておる中に如来様が下された蓮華の花がと開いてくだされるという、真実の信仰の世界というものは皆さんそこにあると
言わなければなりません。親鸞聖人はね、この不断煩悩を説く涅槃ということを非常に深く味われた、ね、煩悩をなくしてから初めて救いが来るんじゃのうて、煩悩のただ中に仏の真実の救いが届いて、日々の日暮らしの中に開いてくださるのが仏様の蓮華である。そこが蓮華という花の力強さ、尊さ、ね、本当にはっきりと親鸞聖人の歌われておるお言葉であります。皆さん方もどうぞ人生生活をなさいますとね、一人一時言わなくてもね、人にもそう言われもしませんでも、ね、悩みのない人は一人もないだろうと思う、ね、この人生に生きておれば次から次へと悩みが起こってくる。その悩みのために自ら生きておることもできないようなさまざまな苦しみを味わうことがありまして、如来様のお慈悲は本当に聞かせていただいたもの、その燃え立つ煩悩の炎の中に、おかげさまよとにっこりと笑顔を浮かべて生きさせてもらえるのが親鸞聖人の教えてくだされたご褒美であります、ね、救われていくということはただ死んでから先だと言っちゃいけません。生きておる今日がご褒美の中に生かされておる、ね、私はいつも申し上げることですけども、一日一日がお浄土の道中だということを味わっていただきたい。死んでから初めてお浄土の道中じゃないんですよ。まあ皆さんがお葬式をご覧になったこともありましょう。あの時はお葬式さんが来られてね、そしてあの死の燃えておる中に蓮の花が開いとるような姿をこう表して見せてられる。あれはですね、ただ単にこの世で表したことですけども、死んでからお浄土の道中と違いますね。ね、毎日毎日のこの日暮らしがお浄土の道中だ、ね、そういうことをはっきりと味わわしていただくのが浄土真宗のご褒美の世界であります、ね、皆さんそういうことをね、くれぐれも味わっていただきたいということを、まあ私はここへ長く参りまして、まあよく皆さんにもお話を申し上げたことでございますが、よくよく皆さんそういうことを味わっていただきたいと思います、ね、死んでからの救いじゃない今の救いだ、ね、ただ今煩悩の炎が燃えておる、これはどうしても消すことはできない、ね、残念ながら生きておる限りは次から次へと煩悩の炎が燃えていくのですけれど、ご褒美のない人はこれではとても生きておれないと言うて自殺をしていかれる人もあるし、これでは到底生きておれないと言うて人を恨んで死なれる人もあったり、さまざまなことがありますけれど、本当にご褒美を味わったものはこの煩悩の炎の中にこそ死んで生きていく世界があるのだということをしみじみと味わわせていただくのであります。私がアメリカへ旅行したことが3遍あります。
これは御本山の御用によってね、アメリカへ真宗の御法義を伝えるために御本山から派遣をせられました。もう3遍ほど参りました。あのね、アメリカの国っちゅうものはね、あなた方どう思いなさすさんが、非常に御法義な世界ですよ。それはアメリカは元来、キリスト教を信じてこられたでしょ。だから宗教というものを大変重要なものと思っておられます。日本人はね、宗教というのはつまらんもんじゃ、ノーともいうもんじゃと、いうようなことを考えとる人が多いけれどもね、アメリカの人たちは宗教はなければならんものだと思っております。ね。そのなければならんという中に、大体アメリカの人の言う宗教はキリスト教ですけれども、ね、この頃はアメリカにも浄土真宗のご法義が伝わりまして、ね、アメリカのお方も浄土真宗のご法義を喜んどる人が非常に多い。で、私は三遍、まあ私は御本山の御用で行ったんですけれども、ね、アメリカというてもニューヨークから上陸しまして、それからアメリカはずーっと動きって、ね、そうして西の端まで参りまして、それからまたくらっと回ってワシントン、まあ、ナイアガラ幕府のあるあの辺り、くらっとアメリカを一巡したことが三遍ほどあります。私はその旅ごとに、日本人は我が御子のご法義が一番深いと思って自慢しとる人も多いけれどもね、アメリカの人たちのご法義は本当に一人一人が心の底からご法義をかみしめておられます。嘘と思うなら言ってごらんなさい。まあこの裏、朝日新聞にも出ておりましたが、アメリカから若いあの女学校とかね、大学校の学生が日本へ来ましてね、その人たちが皆語っておりますね。ご褒美はアメリカばっかりではない、日本にも盛んだ、ね、どうぞ日本もこのご法義を力強く生かして、そしてお互いに平和な世界を作り上げていきましょうってアメリカの人が話しかけられておる、ね、日本人は自力に戦争したり、ね、自力に喧嘩をしたりしますけれども、アメリカの人はそうではない、平和な世界を作り上げていきましょう。私はね、アメリカは昔からキリスト教が非常に盛んだ、このキリスト教を信じておる人たちはね、人生と宗教というものを一体と考えて生きておられますね。日本の宗教はこのらそうでもありませんが、一頃はただ仏教というのものは死んでからの宗教だ、生きてる間な仏法なんて必要がないというような考え方の人もずいぶんありました。私もその点は一生懸命になって日本全土の皆さん方に話をしてきましたが、ね、皆さん宗教は死んでから必要なんじゃのうて、生きておる教に必要なんですよ、ね、で私はアメリカの人たちにね、自分の読んだ歌を書いてあげます。ほとりなき郷のほむらに咲きいでし、実りの蜂す香り高きも。これはまああまり上手な歌でないかもしれませんけども、私の味を述べた
この歌はですね、ここへ来て話をしたこともありますし、また皆さん方のお連れの中に書いてあげたこともございます。ほとりなき郷の炎、我々の生きとる世界は本当にほとりのない郷。郷ってことは煩悩罪悪ね、そういう煩悩罪悪の炎がやーと燃えておるのが今の我々が生きとる世界の状態ですね。日本人はね、こう言うと悪いけども、政治家はね、うわでやれ、宗教に対して関心がないよ、うん、それはね、明治時代とか古い時代の政治家は大変宗教に対して深い関心を持っておりましたが、この頃の政治家はね、宗教というのものはあんなものは生きとる元気な人間の信じるものではないというようなことを平気で言うとる人あります。皆さん負けなさんだよ、そういう人にね。そういう人がもし理屈言うたら、あんた何を言うとる、どこで聞いてきた、どこで見てきた、はっきりと言うてあげなさいね。ただ自分の近くのことだけ見てね、真実の宗教は生きてないなんてどうして言うのかね。それは私はアメリカへ行ってアメリカの人たちの宗教の盛んなことには驚きましたね。年のいかん若い少年でもね、お念仏を信じて喜んでおる少年がある。これはアメリカで私は本当にそういう少年にも会いました。その人はね、まだ高等学校を出たばっかりの若い人でしたが、よくご講義を聞きましてね、宗教がなければ人間が本当に生きる力がないって言って、さあ、このご講義を喜んでね、私はその少年ともよく愛もしたし、話もしましたが、日本には案外そういう少年が少ない。ね。かえって日本は、お念仏喜ぶというのは、年寄りか死んでからの話だっていうようなことを、誰が言うたでもないのにそういうことを自分勝手に思うと。ね。これはもってのほかの間違いですよ、皆さん。ね。理屈のある人は遠慮なしに言うてきてください。ね、本当の日本のね、古い時代からの立派な人たちは大変宗教の信仰の厚い人がたくさんおられました ね、 ね、明治になってからでも大正になってからでも信仰の厚い若い人たちもおられましたよね。宗教ってなものは死んで先のない人、宗教聞いたことのない人間がいる。ね、そうでしょうか。あなた方の中でそういうことを思うとる人ありますか。あったら言うてきてください。ね、そういうことを言うのはもってのほかの間違いです。ね、真実の宗教は私、今日一番最初に申しました。炎の中に蓮の花が咲くように、悩みや苦しみを抱えた生活の中に、如来様から下された真実の信心がきれいに開いてくだされる、ね、それこそが親鸞聖人の残してくだされたご褒美の世界です。そういう点になりますとね、親鸞聖人ほどご立派なお方がない。日本で今でも大学の教授であってね、お念仏を喜んでる人がたくさんおられますよ。うん、あのラジオでよく放送もあると思いますが、あの高知県から出られたね、
大学の教授だ。この人はご褒美の盛んな熱心な人です。ね、そのお方は誰が何と言うてもこのご褒美なくして真実に生きられるか。本当の平和というものが返ってくるか。こういうふうにね、力強い言うてください。私も本当にこの人のお言葉ありがたいと思います。皆さんね、あなた方のうちの若い人はどうでしょう。宗教を聞かんのが若い者の一番力強さぐらいに思っとるものはあらしませんか。そう、間違いですよ。ね、どうしてそういう間違いが起きたのか、お年寄り方が悪いんだ。お年寄り方がね、悪いちょっとまあ、今日参っておられるお年寄り方を責めるように聞こえるか知りませんが、だーも日本の国は宗教というものは年がいってから。お念仏は若い時に唱えるもんだぐらいに思っとるか、アメリカ行ってみなさい。若い人たちが力強くお念仏を唱えていますよ。私もアメリカに上陸して、ニューヨークからね、シカゴからね、ワシントンから、ずっと西の端、北の端、ね、ナイアガラ、幕府の落ちとるあの辺からね、至るところずっと行きましたが、ご褒美を喜んどる人がたくさんおられます。あのね、アメリカは特にね、まあアメリカも国もそうですけども、日曜日に集まってご褒美を聞く。ね。日本は、よさりにしか聞かんように思っとるけど、まあそれは国柄も違うからもう無理はありませんが、アメリカはね、本当に平時のね、日曜日は向こうは休みだから。ね。その日曜日にお寺に集まって、みんなご褒美を聞いておられます。ね。私はその姿を見て、ね。ああ、日本は恥ずかしい。親鸞聖人はこういうことを教えてないのに。ね。蓮如上人もこういうことを教えておられないのに。いつの間にか、お念仏を死に道具にしたということはけしからんと私は思う。ね、皆さんお念仏がなんで死に道具です。理屈があったら言ってみなさい。お念仏は死に道具やっていう理屈があったら言ってみなさい。ね、そんなことはどこにもないよ。ね、お念仏は本当に苦しみや悩みや、人生のいろんな問題に突き当たった中に、私たちが心の底から力強く立ち上がっていく世界、それを教えてくださったのがお念仏です。昨年でしたかね、この高知でお生まれになった大学の教授、京都へ来ておられた。この方が熱心にこのご褒美を勧められまして、ね、日本人はこの尊いご褒美を死に道具にしといてくれた情けないって言って、その方まだ若い大学の教授ですよ。学問のないもんばっかりがご褒美を言うんじゃないんだ。ね、大学の教授で立派な知識を持った人が、そういう知識を超えて、ね、そこに生き生きと働くところのお念仏があるということ。ね、そういうことをね、十分に生かしてこなかったのは、今おるところの私たちがやっぱり悪いんだなと私は思う。ね、今御本山ではね、御門書様、あの若い御門書様ね、それから年いかれた禅門様、こういう方々が一生懸
にご奉行を進めておられます。ね、御門衆とはまだ若いでしょうが、あなた。知ってらっしゃるでしょ。あの方は大変な死にご奉行だ。今年の10月の1日ですか。ね、ちょうど、ご奉行の会が京都で行われました。私は、あのご奉行の会にね、婦人会の方が主催して、ずっと20年間、ね、20年間ご奉行を進めてくれ。で、私はまあ、つまらん人間ですけども、そういう席に婦人会の方々から呼ばれて、どうぞご奉行の話をしてくれ。言うて、私は毎年行きます。6月になりますと、毎年、京都の御本山へ行きまして、集まってきた婦人会の方々にご奉行の話をする。ね。それが本当ですよ。まあ皆さん方は今日参っておられるお方だから、ご奉行は死に道具だなんてつまらんことを申したないとは思うけれども、もし若い人たちがそういうことを言うとんのを聞かれたら、ね。義仏なんていっぺん京都行ってみたいと食いなさい。京都行ったらね、若い男子の方、婦人の方、ね、特にアメリカなんかは若い婦人の方や男子の方が生き生きとしてお念仏を喜んでおられますよ。お念仏はね、私今日の初めに申しましたように、火の中にきれいな蓮の花が咲くように、人生の苦しみや人生の悩みの中に力強く立派に咲いてくださるのが、このお念仏の世界でありまして。その点、お念仏を持たない人は寂しいかろうと思いますが、お念仏を持った人は、どんな人生の秘境のどん底にありましても、お念仏に力強く立ち上がらせていただく。私はね、自分のことを申して失礼ですけれど、私は12の年に、親、兄弟に死に分かりました。いやまあ自分のことを言うてご無礼ですけど、ぶちっぱなし、聞こえるか知りません。そうして、父親も、ね、兄弟も、ということは、ちょうど私の12の年頃に、アメリカのメキシコの方からね、ざーっと流行漢方が日本に流行ってきた。ね、ご存知の方もありましょう。大正のまだ7、8年頃、ね、それで日本人が流行漢方にかかって、ずいぶんたくさんの人が亡くなっていきました。ね、私のうちは、両親と兄弟6人おりましたが、みんな流行漢方で亡くなりました。私、12歳で1人残ったんです。ね、その時は12歳、まだ大正の初めでした。ちょうど私の母親が病気で寝ておる時に私がそばにいますと、母親の連れが来まして、あんた今こんな12の小さく残して死んでいくなんて、どんなに気になるでしょう。もうどんなに心配でしょうって言うて、その母親の友達が泣いておりました。ところが母親はね、その寝間の中で、いいえ、私は心配いたしません。私はたとえ死んでも、私の頃に生きたお念仏が必ず
この小さい子供に伝わっていきます。私は死んでも子供にお念仏を残していきます。私は決して心配はいたしませんと、その寝間の中でにっこり笑うて話をしておられます。私は母親のそういう話を聞きながら、ただ12ですからね、物の分別はなかったけれど、幸い私の家庭にはご褒美がありまして、小さいから聞かされたご褒美が私の全身から腹渡に染み込んでおったんです。そのおかげさまでね、母親はねこう言った。私は死んでも子供に別れていくんではありません。たとえ私は死んでも、ね、子供の中にきっと生きていきます。ご褒美を持って生かしていきます。こう言ってね、母親が亡くなりました。だから私はそう言うと、まあおかしい言い方みたいけど、12の時から一人です。一人いたって、まあもちろん親類のお方々がもちろんお世話をくださったけど、12の時に親兄弟がみんな亡くなりました。まあ、あの当時、まあ、ご存知の方もありましょうが、すごい流行感冒が流行った年でした。それから後、悲しいこともあるし、寂しい、つらいと思った日もありましたけれど、私の腹底にあるものは、お念仏が生きておってくださる。母親と共にお念仏がはっきりと私の心に生きておってくださる。私は一筋に親の後を継いで仏教の勉強をしなければと思って頑張りました、ね、私は大していい頭でもありませんけども、仏教の勉強をしていかなきゃ、これが私の本当に生きる道であるということが、私の魂の中に生き生きと蘇っておったのであります、ね、だから私はね、ご褒美のない人は寂しかろうと思う、ご褒美聞かしてもろうたもの、どんな寂しい中にも辛い中にも如来様のお慈悲と共に生かされておるというところの大きな力が満ちておってください。これは私は自慢じゃありませんけども、もう母親が亡くなりましてね、何十年経ちますがね、12の年、私は今77ですからね、もう随分前の話です。私はおかげさまでね、仏教の勉強をしなけりゃということが、明けてもくれても私の腹渡に染み込む、大したいい頭でもないけども、ひたすらこの勉強をさせてもらったということは、今から考えてみれば幸せだなと思っておることでございます。どうぞ皆さん、ね、お念仏は死に道具じゃありませんよ。お念仏は人間が努力をし、人間が真実に生き、みんなが一緒になって行ける世界なんだと、ね、そういうことをしみじみと皆さんにもお味わい願いたいと思うのでございます。ではちょっと休憩。
なま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 。御文章を拝見しますと、蓮如上人は南無阿弥陀仏の御名号が真宗の御本尊であるから、この御名号のお心をよく味わわしていただきなさいよということをこんこんと申されてあります。ちょっと黙ってて。そう言いますと、それじゃあ私たちが拝んでおるところの御影像、あれは真宗の御本尊と違うのかと、そういうふうに疑いを持つ人があるかもわかりません。そこを聞いてくださいね。我々が拝んでおる御影像、もしくはお木像、お寺はお木像ですね、これはね、南無阿弥陀仏の御名号を表しておられるんだ。いいですね。決して御影像あるいはお木像というものがお名号の他にあるんではのうてね、南無阿弥陀仏のお名号を御影像とかお木像にして表されてある。だからつまり真宗で特別なものを持っておられるのはなんですけども、真宗でご本尊として崇めておる御影像、お木像、それは皆一緒だっていうことね。それにはまずそのいわれね、いわれを一つよく皆さんに聞いておいていただきたいと思う。で、御影像でもお木像でもね、大体真宗の仏様を表すのにはまあ第一立っておられるということとね、それから第二には御手の形、左の手を下げて右の手をこうして上げていらっしゃる、この意味を皆さんにこう覚えておいていただきたい。それと、お指の形。あなたこれ分かりますか？妙な形しておらんなとただ見とるだけじゃいけませんよ。大変意味が深いんです。ね。で、そのことを今日は少しお話をして、真宗のご本尊の意味をですね、皆さんによく理解をしてもらいたいと思う。で、まず一般多宗の仏様は座っておられる、ね、真宗の仏様は立っておられる、ね、そこにはどんな言われがあるかと言いますと、多宗の仏様は悟りを開いて、世の中がどんなに動揺し騒いでも仏様は未然も動揺なさらないということ、じっと座ったあの形で表されておる。これは多宗のね。それに対して真宗の仏様は立っておられる。座っておられるということになると、どうしても向こうにじっとしておられるとこういうふうに感じられてくるね。ところが立っておられるということは、仏様は向こうにじっとしておられるのではのうて、私のところへ来ておってくださるということなんだね。如来様が私のところへ来ておってくださる。だから真宗の如来様は
御影像にしても木像にしてもみんな立っておられる。すると今度はこの親指の形ね、右の音手を上げておられるのは仏様のお悟りの姿、左の手を下げておられるのは救いの働き、ね、如来様のお悟りと救いとは二つあるんではなくて、お悟りのまんま私を救うてくださるんだということを、この右の手を上げ左の手を下げておられる形において示されておるのであります。わかりましたね。だからこれは二つじゃない、右手と左手と二つあるまんまが一つですわね。だから如来様が右の手を上げていらっしゃるのは悟りの姿、左の手を下げておられるのは救いの姿、悟りのまんまが救いの働きをもって私のところにいつも来ておってくださるということなんだ。よろしいな。だから立っておられるまんま右の手を上げ左の手を下げ、お悟りをそのまんま私にくださっとるんよ。それがこの手を上げ下げしておられる姿なんだ、ね、お悟りと救いと別にあるんじゃない。お悟りのままを救いの働きとして私のところに始終通わせておってくださるということ、わかりましたね。右の手を上げておられるのは悟りの姿、左の手を下げておられるのは救いの姿。阿弥陀如来は悟りと救いと二つあるんじゃなくして一つだ、ね、如来様がもっとはっきり具体的に言いますと、お悟りといえば光明無量寿命無量のお姿ですね。その光明無量寿命無量のお悟りのまま私のところに働きかけて、そして私の救いとして私を離れてくださらんということが、右の手を上げ左の手を下げておられるお姿。それでよくわかりましたね。それからもう一つ細かく言うと、仏様は人差し指と親指とね、丸くこうして結んでおられる。これ皆さん知ってなさるか、人差し指と親指と丸く結んでおられるのはどういうわけか、ね、これをね、仏教の専門の言葉で申しますと、これはちょっと言葉難しいから、覚えようと思う人は書いていってください。無生不死の因像とこういう。こういう言葉はね、皆さんちょっと慣れていらっしゃらね、無生不死の因像って言ったら、これは漢文の読み方でね、これを分かりやすく言いますとね、ところとしていたらざることなきお姿とこう読む。
ね、ところとして至らざることなきお姿。無性不性という感じはちょっとぐらい普通分かりにくいね。だからこれは平たく仮名で書きますと、ところとして至らざることなきお姿ということですから、如来様は至るところに行き渡っておられるということです、ね、如来様はここにおられてここにおられないとか、ね、ここにおられるけど向こうにはおられないというふうな、そういう分け隔てがあるんではのうて、如来様はところとして至らざることなきお姿。それがあの指をね丸く結んでおられる。これはね、まあ昔でも今でもそうですけれども、あの指を持ってものの意味を表しておるんだね。意味を表すね、まあ分かりやすいと、今でもね親指出したらご主人ね、小指を出したら奥さんね、こういうこと言うでしょ。それでこれがちょっとちょっとこうやっとるって言ったら喧嘩しとるってことだ。あんた方よりあるでしょうが。だから今仏さんの上で言うのはそういう意味じゃなくしてね、あの昔はね字がないしね、だから字があっても知っとる人が少ないからね、そういう人たちに分かるように指を持ってものの意味を示してきたわけなんだよね。よくそのまああれは冗談でもあろうけども、万歳が言うね、こうして結んだのはお金で、指三本立てておるのは三遍言って断られたということだと。皆さんね、ああいうこと言うてねしたらね、したらねもったいないしね、もしああいう冗談言うたら怒んなさいよ。悪とるからいかん。ね、そういうくだらん冗談を笑わんとね、はけっと正しく我々は聞き分けていかねばなりません。それとね、呼びっちゅうのはね、これはものの意味を昔は指で表したの。さっき言った今でもね、人差し指さしたらね、いや親指出したら旦那様、小指出したら奥さん、こういう具合で表すでしょ。だから仏様のね、あのお指は何を意味しとるかと、こう言いますとね、このちょっとこれは理屈っぽい話みたいけども、仏様の指の形はね、小指から感情していくんだ。小指ね、じ、すい、か、ふ、く、小指は地面のじ、書きますか。小指はね、地面のじ、それがすい指は水、ね、体が指はし、人差し指は風、それから親指は奥、空気の空で、これは空っぽの空ではなくてね、これは奥と広がった宇宙世界のことを表すね。だからこれは奥のことを表しております。こういう具合に皆さん始めてもらいます。水火風空ね、地は地面の地、水は水、火は火、人差し指は風、それから親指は国風、ね、その風と国風とがね、こうして指で結んでおられて、これが大事な意味があるんです。これ結んでおられる、ね、これ皆さんよく覚えてくださいよ。あの若い人たちは仏さん見てね、
何や仏さんって脇のあぐらの格好して言って、よ言うでしょ。その時黙っとったらいかんよ。で、これはこういうわけだってことね、若い人にはけっと教えてあげてほしい。だから私は今言うとるんです。これはね、いわゆる人差し指は風、ね、それから親指は虚空、ね、風と虚空とが出おうておるということなんだ、ね、風と虚空が出おうておるということは、風がずっと吹き渡って至るところに行き渡っておるということが、風と虚空と結んだこの姿だ、ね、風でもね、あんまりそのひどい日であったら風は吹きませんし、ね、だから風と虚空とが出会うておるということは、ね、如来様の風、つまり至るところに行き渡っておる。虚空というのは至るところ、ね、なんぼ風でもね、あんまりひどい死であったら不感ところも出てくるししますけれども、今風と虚空とが出会うておるということは、至るところに仏様の知恵、自身の働きが行き渡っておるということを表したんだ、ね、それがこの風と虚空と行き渡っておるんですよ。至るところに行き渡っておる。わかりましたね。そこでこれは何を意味するかというと、如来様のお慈悲はね、ここへ行ってでここへ行かんということはないので、如来様の知恵慈悲のお慈悲は至るところにずっと行き渡っておる、ね、そういうことを表したんだ。だから言うで、まあ博物の中ではお金じゃないよ、ああいうつまらんことを聞きなさんなよ、ああいうことを言うのは漫才が言うんだね。皆さん、漫才の言うことを聞いて、如来様の大事な大事なご褒美に傷つけちゃいけんよ。これは、親指は虚空。全くの無限の虚空だ。わかりましたね。風は、人差し指は風。ね。つまり、風が至るところに行き渡って、おるように如来様のお慈悲は至るところにずっと行き渡っておってくださいということを意味したんだ。わかりましたね。これは指を持って一つの意味を表しておるということ、ね、これはね、今頃はね、字書いてみんな字読めるしつながるとすることはないけども、古い時代には字もないし、ね、そういうことをいちいち言うて歩くわけにもいかんから、それで人差し指と親指とがこう覆っておる。親指は虚空です、虚空、ね。人差し指は風です。風と虚空とが出覆っておる、ね。風でもね、なんと高い山があるとかね、なんぞ障害するものがあったら、そこから向こうは吹かないということもあるけれど、ね、如来様のお慈悲はそうではない。どんな障害物があろうと、何があろうと、ずーっと行き渡って、至るところに知恵慈悲の働きがずーと行き渡っておってください。そういうことを人差し指と親指と結んだこの形で表現したね。新しいにそんなことができたんじゃね、ずっと昔の字もないしね、
わけを説明してもあんまりわからん時代に、あらゆる人に分からすためにこういう形でお示しくださったんだということを皆さん味を解いてください。要するにね、如来様が立っておられるということは向こうにじっとしておる仏様じゃのって、いつもいつも私のとこへ来とってください、ね、そういうことをね、私は一般の人たちが徹底してないように思う。まあ今朝もうち電話かかってきましてね、そういうな問題について質問なさって、まあ私は電話で返事をしましたがね、決して如来様はここへ行くがここへ行かんというような分け隔てをなさっておるんじゃのって、どこへでも如来様の行き渡らんところはない、ずっと至るところに行き渡って私を救うてくださるという姿を、この人差し指と親指と結んだ形で表してくださったんだ。わかりましたね。そういうことで如来様のこの指、手を上げ、ね、下げは右の手は仏様の悟り、左の手は救い、ね、仏様の悟りがそのまま私の救いとなって私のところに来ておってくださいということが、指を、手を片方上げ片方下げておられる、ね、あれ至るところに指が当たっておられるということ、ね、そしてこの指を結んでおられるのは、ね、風でも場合によっては吹かんこともあるけれども、お慈悲は至るところに行き渡る。また風でもね、あんまり高い山があったり高い建物があったりすると、そこから向こうへ吹かんけれど、如来様のお慈悲はそういうことなく、どこまでもずっと行き渡っておってくださいね、いうことがこの指で示されては、わかりましたね。あの皆さんね、書いておいてくださいよ、うん、今覚えられなんだ、うち帰ってすぐ帰ってください。こういうことはね、やっぱ若い人たちに分からせてあげてほしいと思う。だから如来様はね、至るところに行き渡って、お悟りのまんまを私に与えて救いの姿を示しておる、ね、これだから手を上げ下げしておられるのは、悟りのままが救いとなって私に届いてくださるということだ。わかりましたね。それから手を上げ下げしておられるのは、如来様はお悟りのまま私のところに届いておってくださるんだ。どうも如来様って言うと大丈夫か、あの方に眺める癖あるね。今朝もそういうことを言うて、昨日もうちそういう質問が来ておりました、ね、どういう質問かって言ったら、如来様は至るところに行き渡るというが、それはどうして分かるかというようなことを質問してきた人があります、ね、それは皆さんのご不信が起こることは、まあ、質問してくだされば私は責任上どこまでも話をしなければなりません、うん、それは如来様は救いのまんま、悟りのままが救いとなって、よろしか、悟りが向こうにあるんじゃね、悟りのままが救いとなって私のところに来ておってくださるということが、右の手を上げ左の手を下げておられる姿、ね、その如来様の救いはどういう救いかと言ったら、
ね、人差し指と親指と結んで、ね、どんな風も高いところがあったらいけないとか遮られるということもあるけれど、如来様のおじしはどんなことにも遮られずにずっと行き渡っていてくださるんだということを、この指を結んだ姿で表した。昔はね、指で物の形を表したでしょうが、ね、お金を表すときね、ちょっとこう指を結んだりね、昔はそういうことをやったんだから、それを一つ利用して仏教でもやはり物の意味を指の形で表しておられるんだということを皆さん、心に受け止めておいていただきたいと思うのであります。このようにして如来様のおじしが行き渡ってね、私どもを間違いなお救いくださるのである。ですから、いつどこにおりましても如来様は私のところへ来ておってくださるんだ。昨日もね、そういう質問があって、どうも私は如来様からいただきたいと思いますけども、どうも私はいただけませんと声、ね、どうも私は如来様の救いがいただけません。で、私は言うと、あんたそれは自分勝手に思うと、ね、如来様は至るところに行き渡る、風はどこにでも吹き渡るように、如来様は至るところに行き渡る、だからご信心をどうしていただくかというのは質問は間違っとる。よく聞いてくださいよ。いや、おどんやのこと言うだろ、おじしありがたいとは聞かせてもらえますけど、一個おじしが私のところへ届きませんので言う人があるでしょ。それは聞きが足らんのよ。ね、如来様がたるところによって信じたら連れに行ってやるぞってなことを言うとらんと違いますで。ね。遠いところにおって、ね。喜んだら救いに行ってやると言うておられるんじゃない。私は今朝も言うた。その人がね、聞いても聞いても、心の底から喜びもしません。おじしがしみじみと届いたように思いませんって言って今朝も電話でしたの。言われ。それで私はね、それはあんたの間違いだ。ね、如来様は至るところに行き渡って、ここまで来い救ってやるとおっしゃるんじゃない。如来様の方から来ておってください。そうしてあなたのありだけ。その人がね、私の心は醜い心で、おじし聞いても喜ばれん。ほんまに始末におえん心ですって言うから、だから如来様は来ておってくださるんじゃないか。ね、ここまで来い救うち仏さんと違いますで、皆さん。そこや、みんなこう聞き間違えるね。ここまで来たら助けてやるとおっしゃってるんじゃないんだ。如来様は至るところに行き渡って、どんなものでも必ずすごい任せよ言うと言うとおられるんだ。ね、如来様はどんなものでも必ずすごいそのまま任せよ、喜べたら喜べたまま、喜べなきゃ喜ばれんままそのまま任せよということが指を結ばれたこの姿なんですよ。皆さん分かりましたか。やっぱり皆さんは通常の人間の人情を持ってものを解釈してね、喜んだらおじしはくださる、ありがとうなったら如来様が来ていてください、ああいうことは間違っとるよ。喜んだら言ってある、ありがとうなったら言ってあるってどこに言ってあるか。そういうことどこにも言ってないよね。そんな狭い如来様じゃない。喜ぼうが喜ぶ前が
ありがとうなろうがなるまいが、救わずにおられん如来様のお弟子だもの、私を救うて、遠いところからただ見ておられるだけじゃないのよ。わかるかね、皆さん。如来様の方から、ね、喜ばれな喜ばれないそのままよ、ね、ありがとうならにはありがとうなられんそのままよとおっしゃる。そう聞いたらまだ皆さん不足か。それでもこの私はって言いますか。如来様の方から言ってそのまま救うとおっしゃってくださるお心がね、本当に味わえたら、皆さんどんな気になる？え、はあ、おかげさまよと、いただくよりほかにないでしょうが。五戒さんが教えてくださったそこなんだ。お釈迦如来様が教えてくださったのもそこなんだ。私の気を見て、ね、こうだから言って救うてある。こうだからあんなものは救わん。そんなことどうに区別してある。ね。だかにも区別をなさらずに、どんなものでも、お慈悲の方から働いて、必ず引き受けるから、そのまま任せよ。とおっしゃるん。ありがとうなったら救いに行ってやると、どこに言うてある。ね。そこらがね、皆さんはお慈悲の味わいが足りない、聞きようが足りない。わかりましたか？わからん人は問うてください。ね、その旬は本当に味を打っていただきたい。ね、じゃあ時間が来ましたから、今日の旬は。今日中の五感